それではあの時間になりましたので始めさせていただきます。皆様こんにちは。gia 東京の高田です。あの、本日もお忙しい中、第26回目えっとオンラインでは10回目ですね。の gia 東京チェーンフェスにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。あの、本日もあの大変多くの方にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。あの今後も引き続きですね。gia はあの積極的にあの有益な情報を発信していきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。 えっとですね、これ毎度ですがあの最初にちょっとお知らせがあります。あのこのセミナーに関してですけども、あの数日後に GIA のあのオフィシャル YouTube ページで、えー、ご覧になることができます。あのもう一度見返したいもしくは内容が面白かったので、えー、友人や会社の人にあのお勧めしたい場合はそちらの方をあのご覧ください。あのビデオやの高評価と、えー、GIA オフィシャルページへのチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。 その他ですね、GIA はあの Facebook とか、えー、と LinkedIn、あとさまざまなソーシャルメディアでも、えー、と情報を発信していますので、ぜひそちらの方もフォローいただければと思います。そしてですね、本日のセミナーに関してですけども、あの質問がある方はあの、プレゼンテーションの最中でもあの構いませんので、えーと、チャットボックスに書いていただければ、最後に Q&A の時間を設けておりますので、その際にお答えいたします。多くのご質問もお待ちいたしております。それでは 本日のプレゼンターを紹介させていただきます。えー、本日はですね、あのジュエリーブランド、うん、ハスナの CEO& ファウンダーの、えー、白木夏子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。ね、で、えっ、ー、と、よろしくお願いします。あのプロフィールを、えー、と私の方から簡単にあのご紹介させていただきたいと思います。えっ、ー、と、白木さんはですねあの、イギリス・ロンドン大学を卒業後、えー、国際機関投資ファンドを経て、2009年に株式会社ハスナハスナを設立されました。えっ、ー、とですね、 あのジュエリーブランドのハスナーではペルーパキスタンルワンダなど、まあ、世界10カ国の宝石鉱山で労働者や職人と共にジュエリーを製作し、えっと、エ,シエシカルですねあの今日の,あのタイトルにもありますけどもものづくりを実践されていましたで、えっと、日本におけ,おけるエシカル消費文化の普及に、えっと、ずっと努められていきましたあのその他にもですね2018年には、えっと とまあ、レイングっていうような LBGT を含むあの多様な、まあ、価値観をあの認めるような、まあ、あのブランド、えっと、プロジェクトをされたりだとかですね2019年にはですね東海地区の、えー、女性起業家育成プログラム名古屋ウェメンスタートアップラブっいうのに、えー、とディレクターに参加されたりとか、えー、とその他2011年、えー、と日券ウーマン・オブ・ザ・イヤー、えー、と2011キャリアクリエイト部門受賞 2013年には世界経済フォーラムこのダボス会議のグローバルシェーパーとして参加2014年には内閣府選択する未来委員会の委員を務められて「フォーブスあ s 雑,、ね、雑誌の「フォーブスの未来をつくる日本の女性10人に選ばれました。 で2017年にもですね、あの CNN が選んだえ日本人女性リーディングウーマンジャパンに選ばれるなど、えっと日本だけじゃなくてですね、世界的にも注目を集める企業家です。ではどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。え皆様あこんにちは、えー、蓮菜の白木なつ子と申します。 えと私はですねあのジュエリーブランドハスナーを2009年にあの創業しておりまして今年で12年目になるんですけれども創業前はあの国連でインターンをしたりとか、まあ、イギリスの大学に行ってたんですけれどもその卒業後国連でインターンをしてその後金融業界で3年働いてでそこからいきなりジュエリーブランド立ち上げちゃったっていう経緯がありまして全く業界の知識もなければあのジュエリー業界のことさっぱりわからない中であの 立ち上げてて中模索でで今まで来ているような感じです、えー、と今日ですね、GIA の高田社長にお招きいただいて、こうして予備談に登壇させていただいているんですけれどもあの、本当に業界の方からしたら、ツッコミどころ満載のプレゼンテーションになりそうで、本当にちょっと,ちょっとせあの怖,い怖いなと思っているんですけれども、ぜひあのお手柔らかにお願いいたします。えー、と本日の,あのコンテンツなんですけれども、 えとエシカルジュエリーってどんなものなのかということをまず、まあ、お話しさせていただきましてでその後エシカルが、まあ、日本で広まった経緯あとあの市場環境顧客の変化明日の取り組み事例で最後に Q&A の時間を設けております最初にエシカルジュエリーってどんなことものなのかを説明させていただきますまずエシカルというキーワード皆さん最近聞いたことが ある方も多いかなと思うんですけれどもま倫理的な道徳的なという意味ですね直訳するとでこちらのエシカルジュエリーってじゃあどんなジュエリーか倫理的な道徳的なジュエリーってどういうジュエリーなのかと言いますとま人や社会自然環境に配慮をして作られるジュエリーのことです人や社会自然環境に配慮して作られるジュエリー、えー、こんなジュエリーのことをエシカルジュエリーとあの呼んでいます じゃああのエシカルじゃないジュエリーってあるのという話なんですけれども、まあ、これは、まあ、あの戦後あの大量生産大量消費の中で、まあ、行き過ぎた資本主義や繰り返されてきた戦争紛争の中で人や社会、自然環境に配慮することなく作られてしまったジュエリーのことででして、まあ、例えば紛争ダイヤモンドえ武器輸出の対価としての取引に使われたダイヤモンドですとかダイヤモンドを使用したマネーロンダリング 鉱山や研磨工場の自動労働、小規模鉱山などでの水銀使用による土壌汚染や労働者や近隣住民の健康被害ですね。鉱山開発による 先住民の迫害、鉱山開発による森林伐採などこうした事例が報告されているんですけれどもこうしたところで,です、ね、あのジュエリーの原産地が主に発展途上国であるということもあって貧困の温床になっていたり森林伐採のが行われていたりする可能性があるということでこうした事例が報告されております。 えとこちらの写真なんですけれども、こちらの NGO、国際 NGO のヒューマ h ライツ・ウォッチのホームページからの抜粋で、でして、まあ、タンザニアですとかフィリピンの金鉱山での児童労働の様子ですね、でこちらがあのユニセフ、国連機関であるユニセフの,の写真なんですけれども、えーと、こちら、ブルキナファソの無許可の金鉱山で働く人は、あのブルキナファソに約3000人いると言わ,言われておりまして、 そのうち15歳以下の子どもは約1000人いると言われています。2016年のレポートでございます、はい、じゃあこういう状況ではない、じゃあエシカルなジュエリーブランドって何のどんな取り組みをしているのと言いますと、こちら一例として、例えば紛争ダイヤモンドではなく産地が特定できるダイヤモンドを使用する。 産地が特定できて、自動労働や環境汚染のない宝石や金、ペアマインドゴールドを使用する、リサイクルのゴールドやプラチナシルバーを使用する、採掘地や生産地、現地の安全が守られた雇用を促進する取り組みを行う、あとは RJC 認証を受ける、こちらの RJC 認証に関しましては、後ほどちょっとお話しさせていただきますけれども、あのこうした取り組み事例が挙げられます。 こうして自社のジュエリーがつまり人と社会自然環境にどのように影響しているかを認識して配慮して生産するこうしたものがエシカルジュエリーブランドの取り組み事例とされています。で、えっ、ー、とこのようなブランドが、えー、最初はあのイギリスですとか欧州中心に広まりまして。 カナダ、アメリカを中心に1980年代90年代頃から少しずつできてきました日本でもあのこの最近ここ最近かなり増えていまして私が認識しているだけでも10社以上はあります、えー、他にもこのようにあのうエシカルジュエリー作りますといってもうゼロから立ち上げるまあハスもそうなんですけどゼロから立ち上げるブランドの他にもあの大手のメゾンブランドがやはりあのエシカルジュエリーを作り始める ところですとか弊社はエシカルジュエリーこのブランドはエシカルにな配慮をしておりますということをホームページの中に明記をしてその金の流通ですとかダイヤモンドの流通にこれだけ配慮していますということを書かれているブランドはかなり増えてきましたその中でも非常に早かったのがやはりあの欧米のメゾンブランドでございまして例えばショッパールですとか あとはスワロフスキー社ですとかこういったところが今かなり力を入れてやられているというところがあります。であとサスティナビリティというキーワードなんですけれどもこれも最近新聞ですとかテレビですとかさまざまな媒体でご覧になることは多いかと思います。こちらは持続可能性サスティナビリティ持続可能性でありますけれども企業 産業環境を未来へと持続可能なものにするという意味合いで使われていますで、えー、まあ、この企業産業環境が未来へと持続可能なものにするにはやはりこれにはエシカルであること人や社会自然環境に配慮することが必須でありましてなのでこのサステナビリティとエシカルというキーワードは、まあ、一緒に使われることも多いですしまあ、似てる単語としてよくあの並べられたりしております でこんな感じであのエシカルジュエリーサステナビリティというあのキーワードをちょっとご説明させていただきましたけれどもこれがじゃそもそも何で広まっていったのかということをちょっとお話しさせていただきますまずですねあの第二次世界大戦後に大量生産大量消費の時代が始まりまして、まあ、旧植民地アフリカ さまざまなアジアの地域ですとか中南米ですとかそういったところで、えーまあ、バナナやあの。 パイナップルのプランテーションが森林伐採をして作られたりですとかあとは洋服の縫製工場あとは車の工場ですとかそういったところが安い労働力を求めて先進国で高く売るという、まあ、強烈な資本主義がこの時代にかなり広まっていったのは皆さんも周知の事実かと思います。でえー、その時に やはりそれのアンチテーゼとして1960年代ちょうどあのヒッピーブームの時です、ね、にさまざ、あ、まな思想家ですとかあとは市民団体が立ち上がってこの世の中をもっと環境汚染 をしないえもっともっと平和な世の中にしていこうということで、えー、運動が広まっていきましたえこの時思想家建築家の、えー、バックミンスター・フラーが「宇宙船地球号という本を表すんですけれどもこの中ではえ地球には地球を一つの宇宙船としてみなして、まあ、この宇宙船には限られた資源しかないのだからみんなでちゃんとあの 大切に守っていこうということが書かれているんですけれどもまあ、こうした本が表されたりですとか多くの市民団体があの途上国での人権問題に関してデモを行ったり環境問題に関してデモを行ったりまあ、こうしたことをあのしていった時代でありますでその後、1997年にイギリスのトニー・ブレア首相がエシカル外交に関するスピーチを行うんですね これどういったことかといいますとアフリカへの植民地政策に関するあのスピーチの中でのトピックだったんですけれどもこれが犠牲の上に発展途上国の,その旧植民地の人たちの犠牲の上に我々の豊かさが成り立ってはならないこれからはエシカルなアプローチが必要だということがスピーチの中で語られていましたでこれによってただのまあ市民団体 ですとか学者さんの理想論ではなくてこのエシカルなアプローチというのが発展途上国と先進国の国際問題としてトピックとして扱われるべきだということが発信されたことですとか労働者の人権問題地球規模での自然環境の持続性に関して我々は注目しなければならないのではないかということが国際社会に 伝えられたという出来事でありました。でその後、<う>1998年に、まあ、同じくイギリスでえ雑誌エシカルコンシューマーというあのものが創刊されます。これ倫理的消費者というものですけれども、えー、この中で書かれていたのはあの消費やっぱり途上国で作っていた いるものを消費しているのはまイギリスに住んでいる我々ですので、え、それをまどのような商品を買ったら倫理的な消費を行えるのかということがま、様々な広告項目にわたって書かれていたものです食品が結構多かったんですけど、食品とあとアパレル洋服ですね。まジュエリーもあるんですけれども。 こうしたものですで、えー、同じくエシカルトレードイニシアチブができたりですとかその後欧州を中心にエシカル消費というものの動きが広まっていきました。 でえちょうどですねこの頃私イギリスに2002年から2006年にあの大学あちらに行ってたのでえいたんですけれどもやはりあのエシカルファッションの会社ですとかエシカルな、まあ、カバン作るのにもインドネシアで作ってるんだけれどもあのただそこで安い労働力を 追い求めててインドネシアで作るのじゃなくてえちゃんとそのインドネシアの文化にも配慮をして労働者の方にも正当な賃金をお渡しして作った、えー、カバンが、ま、あのイギリスのロンドンのブティックで販売されていたりですとかそういったものをよく見ていましてあこういった動きすごい大事だなと私自身も思っていたというあの過去があります。 でえー、こんなあの1998年1997年の出来事があった約10年後日本でようやくエシカルファッションというキーワードが入って きましたえこれはファッション誌のマリ・クレールとフォーグがエシカルファッション特集をしていたんですけれどももう今でもあの覚えてます私ちょうどあの2006年にあの日本に戻ってきて金融業界であの、ま、就職をしてそこから、ま、3年間あの働きながら起業の準備をしてたんですけれどもテント上国私学生時代にあの 発展途上国の鉱山での労働問題ですとかそういったことを研究してましたのであの鉱山にいる人たちをどうやったらあの快適な環境でジュエリー作りやもの作りができるんだろうということを考えていたりしてなんかそういうジュエリーブランドできないかなとずっとこう考えていたんですねで2008年の,あのもう今でもは覚えてます1月にマリクレール当時生駒佳子さんという方が編集長されてたんですけど そこでエシカルファッション特集が組まれていてあやっぱり日本でも絶対このエシカルファッションというあの概念これから絶対広まっていくはずと確信しまして、まあ、その時書かれていたのはオーガニックコットンで作られたパジャマとかオーガニックコットンのタオルとかリサイクルの素材で作られたカバンとか、まあ、そういったものがあのいくつかブランドが紹介されていてこれからはエシカルであることがパリでも、えー ニューヨークでも国際的には非常に注目されているし、当たり前のことになっていきますよということもあの書かれていたりもしました。で、その翌年、まあエシカルジュエリーブランドとしてハスナが創業します。で、日本ではあのエシカルジュエリーと言って。 立ち上げたブランドはハスナが初めてであると認識しているんですけれどもその頃エシカルっていう単語をグーグルで検索しても、まあ、あの英語で検索したらもちろんたくさん出てくるんですけどカタカナで検索してもあの一見もヒットしないような、まあ、そんな状況ではありましてただこのこの なんか人とか社会とか自然環境に配慮をしてえジュエリー作りを行うので、えー、リマ倫理的な何ていうジュエリーって言ったらいいのかなとフェアトレードジュエリーでもないしうーんリサイクルのジュエリーリサイクルの地金も使うけどリサイクルジュエリーでもないしエコジュエリーもちょっと違うしいと色ろいろと考えていて、まあ、それを表現するキーワードとしてやっぱりエシカルっていうキーワードが非常に便利だったんですね。でここで私エエシカルジュエリーっていう あのカをつけてシカルジュエリー発なということで、えー、創業しております。で、えー、この頃ですね、まあ、創業してから展示会に出したりして、まあ、百貨店ですとかセレクトショップに営業するんですけれども、その時にやっぱりあの展示会に出して。 バイヤーさんとこう飯交換ししたりしてもみんなエシカルって何ですかっていうことを聞くんでですすよねでエシカルって何ですかって聞かれてエシカルのことだけをまあ説明してそれだけ時間が終わってしまってブランドのことの説明がなかなかできなかったり商品を見ていただけなかったりとかしてで結構あの取材もこのころ、えー、創業してからすぐあの、まあ、女性起業家ってい,いる存在 自体がレアなのであの取材もいっぱいしていただいたんですけれどもやっぱりこのエシカルというキーワードだけを説明するに終始してしまってブランドのことをあの説明できなかったりとか、まあ、そういうジレンマが非常にあったんですね。で、えー、その後2011年に東日本大震災がありましてでこの後あと東北のものを食べて買ってエシカル消費で応援しましょうという ことが新聞ですとか、あと百貨店のポップアップイベントなどで、えー、見られるようになりました。で、シカル消費ですね。ただ、まあ、東北の被災地に寄付をするというのも非常に大切なんですけれども、やっぱり東北の産業自体がそのあのまあ、魚介類の加工だったりとか、あのまあ 本当に漁業だったりとかあとは、まあ、あちらの方でアパレルの工場もあったりもすると思うんですけれどもそこで、えー、そこが止まってしまったらやっぱり人も食べていけなくなっちゃうし寄付って、まあ、ワンショットで、あのー、緊急支援の時は必要なんですけれどもやっぱり産業がちゃんとあって。 あの動いていてそして人々がに仕事があってお金をがそこから生まれてという、えー、経済の循環がないとあの持続可能ではないということで、えー、エシカル消費をしてみんな東北のお酒や魚や缶詰を買ってエシカル消費で応援しましょうという取り組みがこの辺りから始まっていったことがあります。はい、でその後2013年に、えー、アッシュペイフランス のルームスというあのまあ、ファッション業界では、あの若手の登竜門と言われている。かなり大規模のあの代々木体育館でやっているあの展示会があるんですけど、えー、ここでですね。エシカルファッションゾーンというゾーンができます。えー、ここをあのうちも出店させていただいたんですけれども。えー この時ですね、オーガニックコットンを作られててパジャマを作られているような会社さんだったりとかあとアウトドアウェアのパタゴニアさんだったりとか、えー、他にもあのたくさんのエシカルブランドが並べられて、えー、そして、まあ、そこでですね ファッション業界の方にやっぱりエシカルという認識ファッション業界の方あのメディアの方もそうですしあとスタイリストの方、えー、バイヤーさんこうした、まあ、流行を作り出していく人たちにエシカルというキーワードが当たり前のものになったとこの時に私は確信いたしました、はい、で同じ2013年に、えー、一つ世界をより動かした。 の事件がありましてえ、こちらがバングラディッシュのラナプラザ崩壊事故というものなんですけれどもこの写真ですねあのやはりこちらバングラディッシュの,あの縫製工場洋服の,あのファストファッションの縫製工場ですねファストファッション例えば、まあえー、ギャップですとか ラ、えー、ですとかそういったファーストファッションの、えー、下請けの下請けの下請けを担っているような、えー、大きな縫製工場がこちらのバングラディッシュにありましてでここでもうあの人々がひしめき合うようにしてミシンを何百台って並べてでもうあのもうそこに、えー、そのビルが支えきれないぐらいの人が密集して。あの 縫製、えー、をしていたりですとかあ、ま、と違法にこう改装が作られていたりですとかそう,いったそうした、あのー、ビルがあったんですけれどもそれがある日ニシンの振動によって、えー、崩れてしまったんですね。 でこの、えー、崩落事故によって、えー、死者が1100人以上、えー、負傷者も2500人以上出てしまったという大変悲しい出来事があったんですけれども、えー、これがさまざまなメディアで、えー、センセーショナルに、えー、報道されて世界的にシカルファッションは大切だとファーストファッション反対運動が起きたりですとかこのラナプラザので縫製、まあ、されていた。 洋服の不買運動が行われたりですとかさまざまなあのことがありましてでこの辺りからファストファッションも、えー、エシカルなあの取り組みにかなり気をつけるようになっていきました例えば HM というあの、えー、あのファストファッションの会社があるの皆さんも見たことあるかと思うんですけど HM は今オーガニックコットンとかあと生産者 に配慮するとか非常に気をつけてファーストファッションを作ってはいるんですけれどもあのやっぱりこの事故で非常に糾弾、えーえー、されてですね、えー、これでここから、えー、社内的にもかなり改善に改善を重ねてシカルなあのファッションの取り組みを行い始めたりですとかさまざ、あ、まなあのファッションの会社ファーストファッションの会社がこの事故によって見直しを行ったという出来事がありました。 で2014年にハスナがめ日本で初めて RJC 認証を取得しまして、えー、札幌市でエシカル購入国際会議が、えー、開催されたりしていますであと、まあ、エシカル一般社団法人エシカル協会ができたりですとかさまざ、あ、まなエシカル消費に関する団体が立ち上げられていきました。 あと2016年に国連の呼びかけによって SDGs、サスティナブルデ・デブロ,ロップメント・コードあの持続可能な、えー、開発目標の世界的な導入が始まるんですけれども、こちら、あのこの図、左下のこれ17項目ですね。えー、持続可能な あの未来ににすするために、えー、こんな課題がありますと17項目の課題がここに並べられていて例えば12番の「作る責任」「使う責任」ですとかあの他にも「貧困をなくそう」とかさ、えー、まざ、あ、まなあの項目があるんですけれどもこち,らのこちらが国連の呼びかけによって世界的な導入が始まっていきます。 あのえー、日本でもやはりあの大企業を中心にこの SDGs を導入されている会社がこの12年ですっごい増えたなとあの皆さんももしかしたら認識されているかもしれないんですけれどもあのこちらの SDGs をあの導入しましょうというお触れがやはりあの上から来て あの日本政府からあの出されてで、まあ、それによって、えー、この SDGs をあの企,業の、えー、企業の活動の中で SDGs を行っていきましょうとそれまでは CSR といってコーポレット、えー、ソーシャルリスポンシビリティです、ね、企業の社会的責任ということでよく語られていて例えばじゃあ,あの百貨店が売り上げの一部をバングラディッシュに寄付しましょう、えー、っていうようなこととか。 あのまあ、そういう取り組みが行われていたんですけれどもでも売り上げの一部を全然まあ寄付するのは素晴らしいことなんですけどその企業活動とは全く違うところに、まあ、寄付をされたりとかすることによって PR をしていたわけなんですね。で でもそれって実は本質的ではないあの寄付は素晴らしいことなんだけれどもでもやっぱり企業活動の中で、えー、持続可能なあの未来にしていかなくてはならないのではないかということが語られるようになりましてでそれもあってこの SDGs が導入されたという経緯もあります SDGs はその企業活動の中でだからジュエリーブランドだったらジュエリーブランドの中でいかにこの SDGs を守っていくか えー、こちらに沿ってて活動していくかということが大切になってきます儲かったからどっかに寄付するとかじゃなくて、えー、その生産する中でいかにあの貧困をなくしていくかとか、えー、作る責任使う責任を配慮するかとか、えー、と森林破壊をしないとかあとは労働者働いている人たちの,あの男女 不平等格差をあのなくしていくとか女性活躍をもっと推進するとか女性のマネージャー女性の経営者を作っていくとかえこうした動きですねこっちの方こっちの方が本質的ではないかとえ昨今は言われているのが現状です。はいでえー、その後、あのまあ、いろいろとあのまた、 えー、団体が立ち上がったりですとかしてでアパレルの業界大手がエシカルファッションを掲げたり、えー、こちらのストライプインターナショナルという大きなあのアパレルの会社ですけれどもこちらが我々のファッションはエシカルですということを言,いあの言われたりですとかあとは「ボーグファッションズナイトアウトという表参道で年一であの開催されるファッションの祭りがあるんですけれどもこちらの2019年の昨年のテーマがサスティナブルだったりとか、えー プルルミエールビジョン、こちらがこちらのプルミエールビジョンはですねあの、ファッション業界の記事の見本市ですね、パリで開催されている記事の見本市なんですけれども、このプルミエールビジョンが世界中の,あの流行を決めるという言われています。まあ、あのどんなあのパリコレやニューヨークコレクションやさまざまなコレクションに出るあのデザイナーさん 開発の方が、えー、プルミエルピジョンに行ってどんな色が流行するのかどんな記事が流行するのかというのがもうここで決まるので、まあ、ここのテーマが、まあ、サステナブルに2019年になっていたといいますか、まあ、テーマといいますかもうサステナブルじゃないと、えー、もう受け入れませんぐらいの勢いでどの、えー、記事の企業も やっぱりサステナブルを意識してていいいたととうことが言われています例えばオーガニックコットンリサイクルをしているとか労働者に配慮しているとかそういったことがもう当たり前になってきますよということが昨年のプルミュエルビジョンから見られたそうです。 であとですね、2020年、今年セブンイレブンがエシカルプロジェクトというものを今やってるんですけど、あのこれ、皆さんご覧になったことあるかもしれません、セブンイレブン行くと大きな旗が立ってて、エシカルプロジェクトっていうのを書いてるんですけど、これ、特にファッションとか関係ないんですけど、食品ロスを減らしていこうという動きがありまして、まあ、コンビニからいっぱいあの食品の。 あの廃棄が出ていることが問題になっているので、まあ、こうしたものをなくしていくプロジェクトだったりするんですけど、まあ、こうしたあのエシカルというキーワードがこうした大手のコンビニにも見られるようになったりですとかこのエシカルというキーワードがこの,あの10年ぐらいで日本で大変広まっていったというのはこのような経緯があって広まっていきました。はい、でそれと あの同時にですね、市場環境、顧客も変化していっています。えっと、例えばですね、まあ、エシカル消費に関してはあのこちら、認知度がやっぱり年々上がっていまして2019年度,に年度に認知度は約40%まで拡大しているということがあの報告されています。あと、ですね、絶対に欠かせないのがこちらのミレニアル世代という世代。 ですね、あの1980年から2000年の間に生まれた人たちなんですけども私もミレニアル世代の上の方にいる人間なんですけどあのこちらもミレニアル世代があの、えー、企,業企業活動とかあの社会的な活動に関して、えーま、収益の向上だけではなくてお金儲け。 だけじゃなくて、え社会や環境に前向きな影響を与えるということをより求めている世代なんですね。なので、まあ、企業入社するとき、えー、じゃあこんあのー、まあ、就職活動するときに、えこの会社儲かってるからここに入ろうという思想ではなくて、えこの会社がいかに社会貢献してるか。 ということを気にしたりですとかあとブランド品を買う時にこのブランド流行ってるから買おうとかじゃなくてそのブランドがいかに社会に貢献しているかいかに世界に貢献しているかということを気にして買うという傾向があると言われています。あのこれはデロイトトーマツが行った日本を含む36カ国1万人のミレニアル世代のサーベイの結果なんですけれどもあのやはりブランドでこのサーベイ にあのひも付いてえじゃあどんなブランドがミレニアル世代から支持されているかということが書いてある記事もあったんですけどそれには、えー、とパタゴニアですとかあの、えー、と他にも、えー、靴のブランドで、まあ、あの非常に えー、環境に配慮しているところもあったりもして、まあ、そういう,もうとにかく、まあ、パタゴニアもですね、まあ、のリサイクルの,あのものをたくさん使っていたりですとか環境への,あの環境活動もあのかなりあの激しくやっているあの企業だったりもするんですけれどもこうしたブランドこうした人と社会とやっぱり自然環境に関して配慮をして何らかのアクションを行っているブランドから買いたいという傾向があるそうです。 で、えー、そんなところでハスナの取り組み事例を少しご紹介させていただきます。はい、でハスナはあの結婚指輪、婚約指輪を中心に扱っているブランドでございまして、えー、このようなファッションジュエリーも作っております。あのこれ貝殻を使ってるんですけれども中米のベリーズという国小さな国があるんですけど。 でしか取れないと言われているウィルクスという貝殻に、えー、ダイヤモンド造顔在庫して18金で仕上げた、えーまあ、創業時からこのあの中米のベリーズの職人さんとあのやり取りがあるんですけれどもこちらをあの作ったりですとか、まあ、このようなパールの商品なんかもあります。 でえっと、ハスナーはですね創業時は、まあ、エシカルジュエリーハスナーということであの私たちはエシカルですということをバーンと言ってたんですけどあの創業してから、まあ、何年か経って少しずつエシカルに関する団体が立ち上がったりですとか、まあ、エシカル消費というものが注目されて 来た中でこれからエシカルというキーワードですとかあのこうしたサステナビリティはこちらからわざわざバーンと言いに行くのではなくて当たり前のこととして、えー、と企業が考えるべきのことなのかなということもありましてエシカルジュエリー自ら言うことはあのこの時ブランドのメッセージとしてはもうあの2016年にやめています。 であのやってることは全く変わらないですしあの人と社会と自然環境に配慮して作るということはあの引き続き行っているんですけれどもあのメッセージとして今画面に出てるようなこのような美しい言葉で書くようにあのなりました、えー、とちょっと読み上げさせていただきますと「美しいもの,がの,美しいものでできている」という言葉で ままとめておりまして、おりしこの世界にはさまざまな美しさが溢れていて私はその一部になることができる私が積み,あ積み重ねてきたこと選んできたことはどれも皆美しいと信じているハスナのジュエリーは私のもとに届くその瞬間までのストーリーを全て美しく語ることができる関わる全ての人々は幸せで環境をかくみ出すことのない祝福されたジュエリーである。 美しいもの、表面だけではなく、心から美しいと思えるもの、食べるもの、出会う人、身につけるもの、それらが形作る今日の私。私はこれまで自分自身が選び抜いていた美しい 選び抜いいいいててききた美しいものでできているというあのこんなコンセプトで書かせていただいてるんですけれども、まあ、つまりこれ要約すると人と社会と自然環境に配慮して作ってますでこうしたものを選ぶことで今日の私ができてますというところですね、まあ、こんなあのメッセージを掲げているブランドでございます。 でえーま、取り組みとしていろいろと素材の仕入れとかもあのこだわってるんですけれどもこの RJ 認証というものを日本で初めて取得したのがあのハスナでありましてまこれ何かというと、ま、鉱山から販売までのジュエリー供給と流通において透明性が高く人権社会環境に配慮をした倫理的事業を展開しているという、ま、認証なんですね。 でこれイギリスの団体なんですけど、まあ、こちらがあの第三者機関による認証があの、えっと、監査が入りましてあのもう2年に1回監査があるんですけどあのうちも、えー、先日ちょうど先週3回目の監査が終わったところで年々厳しくなっているんです、ね、もうすごい取るの,あのお金もかかるしもう時間もかかるし社内もそれであのいろいろとあの大変なんですけどでももうあの これまだ日本ではあまり見ないかもしれないんですけど、アメリカではこの RJC 認証を取ってないともう百貨店が扱ってくれないっていうぐらい、あの、 非常にに大切なな認証にもなってきてきおりましてまだ取られてない会社さんがありましたら是非こ,こちらは導入をした方が良いと思います。これからもう絶対必須になってくると思うのであのもうお金もかかるし時間もかかるしすごい大変なんですけどでもあのやっぱりこれを一通りやることであなんかうちあのちゃんとやってるっていう自信にもなりますしあの、まあ、監査も非常に厳しいんですけどあのこれによってやっぱり業界全体が しかになっていくと思いますのであのぜひこれは取られた方が良いかなと思っております。これ RJCC のウェブサイトですね。ねあとは GIA オリジンのダイヤモンドを扱っておりましてあの弊社今、0 3カラット以上のダイヤモンドべてロシアから仕入れているんですけれども、あのこちらの高田様からちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうかあはい。 あのもちろんですありがとう,ございます、えっと、う先ほどあの、まあ、ミレニアムミレニアル世代の話もあったんですけども、まあ、この世代っていうのを中心にですねあの、まあ、ダイヤモンドでもあのトレーサビリティに関する問い合わせっていうのがですね、えっと、結構 GI にも来てました、まあ、そういった流れも受けて、えっと、これはですね2019年からですねダ,ダイヤモンドオリジンレポートっていうサービスを、えっと、展開させて いただいております。で、えっとジュエリーブランドのあのハスナさんまでもこのサービスを積極的に使っていただいております。ありがとうございます。で、えっとまあ、このサービスはですね、えっとまあ、これまでの我々のダイヤモンドグレーディングレポートに、えっとまあ、端的に言って原産地の情報がつくっていうサービスになります。えっと現在はですね、あのカナダ、南アフリカ、えボツワナ、ロシア、えそしてまあ DTC 関連の産出国が参加しています。 でこれえっとまあ、ここにもあのちょっと書いていただいてるんですけども、えっと流れはですねまずあの採掘されたダイヤモンドをえっと原石の段階で鉱山から直接 GIA のどこかの拠点へ送ってもらいます。でそこでですねあの我々はあのその原石のデータを取らせていただいてですね一旦そのえ原石をえっと業者さんへお戻しします。そこでえっとカットされたえっとダイヤモンドが えっと、また評価するために、えっと、GIA のまたどこかの拠点に送っていただくんですけどもその、えっと、原石を頂いた時のデータと、えっと、カットされたダイヤモンドのデータがマッチした時に初めて、えっと、この産地を記載するっていうような、えっと、流れになってます、えっと、ですのであのこれはですねあのまずどういった証明になるかというと、えっと、きっちりとダイヤモンドが採掘されてから えっとグレーディングで評価されるまで、えっとこのサプライチェーンの流れがえっときっちり管理されているっていうような証明にもなります。で、これがあのダイヤモンドオリジンレポートのあの大きな流れになります。こんな感じでよろしいでしょうか。ありがとうございます。<laughs> はい。えっ、ー、とハスナーはですね、あのすません2018年から取り入れて帰ってあるんですけどね、19年でしたかね。<laughs> 間違えてる。 すいません、ちょっとあの2019年はこのダイヤモンドオリジンという形なんですけども、それ以前にですね、M2M というサービスで、えっとま、トライアルみたいな形でやってたことがあって、その時も <laughs> あも<の> <laughs> 扱っていただいたあのことがありますのであの、これは間違ってないと思いますそうですね、M2M はマイン・ューマーケットって、鉱山からあのマーケット。 市場までっていうので、あのその上で導入させていただいたという経緯がありまして、あよかったら、ちょっと勝手に早めてたらどうしようと思ったんですけど、ありがとうございます。はい、その,あのアップデートされたものが、ダ、えっと、イヤモンドオリジンレポートというふうになります。そうでした、すみません、ありがとうございます。 でそんなわけで、あのハスナはロシア産のダイヤモンドを使ってるんですけれども、まあ、こちらをあの原石あの評価しまして、研磨はあのインドであのうち研磨していただいてます。で、その後あの GIA さんの鑑定を受けて、で、日本に送られて。 スナでジュエリーにセッティングをしてえ、そしてお客様の手元に渡るというところで、でお客様がこうやってアプリでえどこから来たのかというのが分かるような仕組みにもなってるんですけれども、これ、あのすごいお客様が喜ばれたりもするので、あの導入されるといいなと思、もっと、ね、日本でも導入されるといいなと思ってるんですけどなかなかその価値をあのお,お,お分かり、お分かりでないと言ったらちょっとあれですけど、<laughs> 価値がまだあまり、あの か理解されてないのかなとも思ってて、あのでもすごくいい,いいサービスだと思っております、はいで。あとはですね、フェアマインド認証ゴールドというものも扱っておりまして、あとリサイクルゴールドもあの使用しております。えっと とですね、こちらの日本で日本国内で現在流通している金って2018年のデータによると19万5 6 1 8あの流通していて、えー、そのうちリサイクルの金は13%というデータが一般社団法人日本 菌がね流通協会というところがデータ出してるんですけれどもあのこうしたあのことがありましてそのまリサイクルの菌を使用した方がいいだろうということでリサイクルの菌を使用したりあとはこちらのフェアマインドあの公正な採掘をしているという認証が取れた鉱山から輸入したゴールドを使っていたりいたします。 あとプラチナに関してもリサイクルのプラチナ扱っているんですけれどもあのこちらの世界のプラチナの供給量が2018年で 2, 250トンそのうちリサイクルが 26%64.5 トンになっています。でこののプラチナの、えー リサイクルじゃない部分ですと、南アフリカが53.7%、ロシアが8.6%、カナダが2.6%、とうとうまあ、ジンバブエーも6%ということで、まあ、やはり途上国中心にこちらのプラチナが来ているということが分かるんですけれども、やはりこちらもリサイクルで使った方がいいだろうということで、リサイクルのものを積極的に使用したりもしております。あとはですね、カラーストーンも独自の仕入れルートが。 ありまして、こちらの私が現地に行ってあのパキスタンの,あの北部の、えー、カラコルム山脈とヒ、えー、マラヤ山脈だと思うんですけどあのすいませんちょっと今で忘れちゃった、えー、そこの,あのそこにありますあのアフガニスタンと中国の国境 にあるふんざ渓谷というあの場所がありまして、えっと、こちらでですね先祖代々鉱山労働鉱山で生計、まあ、を立ててきた民族の方たちがいまして、まあ、こちらの村の方から、まああのえー、原石を買い取ってそして 現地の女性たち、えー、これまで教育を受ける機会がなかった。まあ、仕事がなかった女性たちにえー、研磨の技術を教えてトレーニングをして6ヶ月のトレーニングをして、そして研磨職人として育てているあの団体がありまして、こちらから買い付けを行わせていたりもしています。あのこちらはあのパキスタンのあのイスラムバード大学の研究によるとパキスタンのあの、えー、カラストーンの流通。 の流通量のうち9割以上が、えー、密輸されて、まあ、買い叩かれて密輸されてしまっているというデータがありまして、まあ、こちらがパキスタンの特にこの鉱山の地域の経済に大きなインパクトを与えているということにあの、えー、問題意識を持ったパキスタン人の方が立ち上げた団体であるんですけれども、えー、こちらから買い付けを行って、えー、このようなジュエリーに仕上げておりますこちらクォーツですねあのこちらもあのルチルクォーツになっております。 あと、ルワンダからも牛の角を輸入しているんですけれどもあの、えー、1900年代に土地族と普通族がルワンダで虐殺が、まあ、行われたというのは皆さんの記憶にもあるかと思うんですけれども、えー、こちらで首都のウキガリだけで、まあ、こちらの紛争の最中に生まれた子どもたち。 で親を亡くしてしまった子どもたちもしくはシングルマザーに育てられた子どもたちはあの路上生活を余儀なくされている子たちがいましてそのようなあの子たちが4,000人首,首都の木狩だけでも4,000人いると言われています。でえ彼らはやはやり教育の機会を がなかか、ったりですとかあと、えー、手に職をつける機会がなくあの非常に危険なあの麻薬のビジネスに巻き込まれていたりですとか売春を行っていたりですとか非常に危険な状況で働いていたりもするんですけれどもやはりあの彼らには技術が必要だと手に職が必要だということで、えー、こちらのうちの角の研磨工場を立ち上げた、まあ、日本人の女性がいまして、まあ、彼女と連携してこの牛の角を扱わせていただいています。 こんなピアスにしたりですね、ここれ牛の角なんですけどあの、こんなデザインをして販売させていただいております。 あとはですね、あのまあ、こんな形で世界中、さまざまなところから、他にも先ほど申し上げた中米のベリーズというところですとか、さまざまなところから輸入をしているんですけれども、他にも最近、ここ最近はやはり日本のジュエリーブランドとして、日本の素材を扱おうというあの取り組みが、まあ、社内でも議論がありまして。 あの積極的にに日本の素材を扱うようよしていますでこちらの愛媛県の西予市からは真珠を仕入れているんですけれどもあのこちらの,、まああのえー、真珠あの愛媛県といえば、まあ、みかん農園ですけれどもこちらのみかん農園にあの併設されたといいますか、まあ、隣り合った湾で養殖されている真珠でございまして。 でこのワンをの,あの水質をや,っぱやはりきれいにしないとあのいい真珠もできないし、まあ、環境汚染にもつながってしまうからということでこちらのみかん農園を無農薬で運営されている方たちがいらっしゃいますでこちらで採れた真珠でしてこれを使ったあのコレクションこちらブレースというコレクションなんですけれどもパールのコレクションなんかも開発したりしております、はいえー、こんな形でえー、っと ハスナは、えー、運営させてていいいただいておりりまますすありがとうございますちょっとまとめとして、まあ、あのエシカルジュエリーは、まあ、人や社会、自然環境に配慮して制作・販売を行うジュエリーでありますとで。サステナブルは企業や産業、環境が未来へと持続可能であることという、あのー、意味合いで使われます。RGC 認証はジュエリー業界では必須の認証と言えると思いますということと、あとはミレニアル世代ですね。 消費の中心となってくる今後はエシカルやサスティナブルを与え当たり前のこととして認識をしてものづくりやマーケティングを行うことが大切になるとあの言われていますあの。このミレニアル世代がですね、日本だと、まあ、1980年代から2000年の世代って、まあ、そんなに数は多くないと思うんですけれどもあの世界を見てみると世界の今約人口の3分の1がミレニアル世代なんですね。で 2030年にはこのミレニアル世代が、えー、世界の労働人口の70%になると言われていてで、えー、それってまあ労働人口が70%になるということはイコール消費人口もそれだけを占めるということにもつながってきます。でこれに加えて今あの2000年以降に生まれたジェネレーション z の世代 GenZ ですね。えー、と彼らはやはやり環境意識 ですとかサスティナビリティエシカルということをもう当たり前のように捉,られて捉えていて、まあ、それがあ,のあることが、まあ、ブランドとして当然のことでしょうっていうことをあの、まあ、考えて消費しているというあの世代ではあるんですけれどもやはりこれから先世界全体の人口で見るとこのミレニアル世代とェン n z があのもう消費の中心になっていくことはもう明らかなのでやはり彼らにあの とって、えー、バリューのあるものを開発していかなければならないということで、今後はエシカルやサスティナブルを当たり前のこととして、やはりブランド側も、ものづくりをする側も考えていかなくてはならないのではないかと、えー、考えているということで、えー、今日のプレゼンはあの終了させていただきます。えー、どううもありがとうございました えっと本日、貴重なお話、本当にありがとうございました。非常にいろいろとあの考えさせられるなというふうに思っています。ありがとうございます。えっと、それではですね、あの質疑応答の,あの時間になりましたので、えっと、何かありましたらぜひよろしくお願いします。早速、えっと、1つ来ました。ちょっと読ませていただきますね。RJC の認証は日本ではどちらに依頼すれば取れますでしょうか質問なんですけども。 はいえー、といくつかの監査法人があのあのされていて、えー、とうちは、えーとえーとえーと、名前がちょっと忘れの、確かベリタスっていう名前の,あの監査法人にお願いしてるんですけど、あのこちら以外にも、えー、r j c の。 事務局にあの問い合わせて聞くとあの、いくつか紹介していただけるので、そこから紹介されたところにあのお願いすると良いかと思います。はい、ちなみにあの r j c 認証、本当にこれ取得するの結構大変で、まあ、とりあえず質問項目がもうなんか。 もう100以上、何百ってあって全部英語で書かれててもううちはそれ一つ一つ翻訳しながらあのチェックしていくんですよであのうちの取引先ダイヤモンドの取引先の方はあのインドに工場もあるのでそのインドの工場にも関西に来てもらわなきゃいけないしもちろん飛行機飛行機代はあのその会社持ちでやらなきゃいけないしあのうちは販売をの販売を あの中心にしているので、工場もあの外にお願いしているので、えっと、その工場への監査はないのでまだ楽な方ではあるんですけどその原石研磨してたりとかあ原石輸入して研磨してるとやっぱり金針プロセスとかその研磨の工場であのインドの,あの労働者の人たちをあのちゃんと集あの 何日か休ませてるかとか、あのえー、と社内規定はどうなってるかとかも全部見られてあの、すっごい大変だったという話を聞いたりもしてるんですけど、でもやっぱりそのダイヤモンドの,あの、えー、と販売の会社さんがおっしゃるには、やっぱりそれがないと、もうアメリカで販売できないんだよねということをおっしゃってて、やっぱりもう必須なんだなと思いました。はいいありがとうございます えっとです、その他に、えー、っと、質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、もう一つ来ました。あ、どうの来ました、ね。じゃ、ちょっと読ませていただきます。上から。えー、今日は大変有意義な講義をありがとうございました。ありがとうございます。うん、えー、R. J. C. 認証を取得するのに、大変な金額がかかるということなので、えー。個人ではまず無理だと思います。個人で活動できることは。どのようなことがありますでしょうか。 はい、いありがとうございます、えっと。個人でえ、まあ、エシカルな活動と言いますとあのやっぱり創業期は私も個人であの1人で全部あのデザインから制作から百貨店で立って販売してっていうことをあのやっていたので、まあ、もちろん監査も受けるようなお金もないし、まあ、その時監査も何もなかったあのまだ。 始まっってなかったんですけど、えっと、私が行ってたのは、まあ、できる限りその素材をあの自分の安心できるもの、まあ、自分とそしてお客さんに安心して説明ができるものを買うようにしていました、まあ、日本だとやりやすいのがやっぱりあの真中とか、まあ、あの手に入りやすいあのエスカルな素材そのトレーサビリティがちゃんと確保できてで誰が、まあ、作っててというのが分かるもの を、まあ、最初仕入れてみるというところから始められるといいと思っております、えっと、私もあの最初から100%全部エシカルな素材でできてたわけじゃ全然なくてもうとりあえず最初はカナダ産のダイヤモンドを1個とりあえず仕入れてみて もう地金もどうやってやったらいいのか分からないので、とりあえずこのダイヤモンドを使ってお客様に安,心安全なダイヤモンドということであの納品しようということで、まあ、それで婚約ビアを作らせていただいたんですけれども、まあ、そんな形で本当にできるところからこつこつと始めていったという心があったりいたします。うん、ありがととうううございますす、えー、もも一つ、えー、っとこれ多分 RJC に絡んでだと思うんでで思けども えー、ジュエリー制作時の、えー、外部ベンダーの工場の監査は必要ないのでしょうかという難しいと思うんですけどどうでしょうか、うんはい、そうですねあのやはりベンダーさんを選ぶ時もこの RJC 認証を取っているところを選ばれると良いかと思うんですけど、えー、とうちもあのそのダイヤモンドの。あの えっと非常にうちたくさん使っ扱ってますのでダイヤモンドの業者さんには、えっと、この r ェ s 認証を取られているところと取引をしてますしあと金に関してもあの r j 認証かつ、えっと、ARM というコロンビアの,あの認証団体ですけれどもこちらがフェアマインドゴールドですねフェアマインド認証付きの,あの金を販売されている。あの 業者さんから仕入れをさせていただいていたりですとかまあとリサイクルの地金に関してもあの、えー、そのその会社さんのあの、えー、きなんていうか規定というかあああの、えーまああのまかんなんていうのかな。う 調,調査を最初にさせていただいてであの、まあ、第三者認証というよりは、まあ、こちらから見て安心できるかどうかというところを見ているんですけれども、まあ、第三者認証を取られていなくてもあのちゃんとしたあのコーポレートガバナンスがあるかとか。 そのあたりをま見させていただいて、取引を開始するということはあのさせていただいてます。ただ、本当に例えば中米のベリーズのすっごいちっちゃい工房の貝殻の研磨、職人さんなんかはあの認証とかないな。全くないですし、あのパキスタンのさっきの山奥のあの女性たちの工場も別にアルジェ身長取ってるような感じではないんです。けれども、もまあ、そこもあの気になるところ。ま、自分で現地に行って。 いくつかのチェック項目を、あの、まあ、人件し、ちゃんとその労働時間は何時間かとか、あとは、あの、えっ、ー、と、週休二日。 最低でもああ与えているかとか、まあ、現地の最低賃金にあのフィットしているかとか、あの他にもあの環境のあの大規模な破壊を行ってないかとか、まあ、そういうこともチェックをしてあの取引をさせていただいたりしております。で、RJ 認証をあのうちが受けるときもあの取引先のそういう調査をちゃんとしてるかどうかっていうこともあの監査項目の中であの。 ありまして、まあ、聞かれたりですとか、まあ、そのあのどのように取引先と安全な取引を行っているかということも監査の,の項目として挙げられますしあと取引先ベンダーだけじゃなくてあのステークホルダー全てのステークホルダーがこの 人と社会全環境に配慮して、えー、作っているということを認識し彼らにも守らせてくださいということもあの今回言われましてそれどうやって守ってもらえるんだろうって思うんですけどとりあえず、まあ、紙一筆マスナー、まあ、すのは、まあ、こうした取り組みを行っていてで人は社会全環境に配慮していてという、まあ、一筆を書いてそこにサインをもらうっていうことを、まあ、一人一人の ステークホルダーですね。まあ、お客様にはさすがにちょっとできないんですけどあの、えーとまあ、株主の方ですとか取引先の方ですとかそういったところにあの提出をしてサインをもらわなければいけないということが今年からちょっとあ,のあったりとかして結構その監査をクリアするのもわりとあの厳しかったりしてました。はい、はいありがとううございます。えー、ともう一つ、あのー 個人で、えー、ジュエリー制作をしていますフェアな金属を扱っているキャストメーカーなどは、えー、どのように探せばいいのか悩んでいますということなんですけどもいかかがでしょうかそうですねあのうちもすごい最初嫌がられてやっぱり少量小ロットであの作ってもらえなくて <laughs> あの地金をこっちでやっぱりあの結構な量をあの 収めてでこれをハスナ用に全部ストックしておいてくださいというので、まあ、そのハスナ用の,あの地金の,あのものを用意していただいてるんですけれどもそうですね個人ですとそうだなまあでもやっぱりおかちまちを。 一軒一軒当たっていって、おかち町もしくは山梨の職人さんとこ一軒一軒当たっていって、小ロットでやってもらうところを探していくしかないかなと思ってます。うちも最初に取引をしていただいたところ、相当小ロットでやっていただいたんですけど、そこもあの残念ながら潰れちゃったんでないんですけど、あのまあ、今は本当、ちょっと大きめのところにお願いしていたりもするんですけど。うんまあ、あとはあのキャス キャストはまあ無理だったとしてもあの、えーとまあ、キャストじゃない方法で作っていただくとかのところも選択肢としてはあったりもするかと思うのでそういったところもバランスよく使いながらというのが良いかなと思います。あとあの、やっぱチェーンを作るのもすごくまあ大変でして、あの チェーンってやっぱり機械を使って編んでいかなくてはならないというところでやっぱりロット数も数百本から、まあまあ、あのメートルであのやられますけどやっぱりじゃあ10本作ってくださいとか言って作ってもらえるようなあのところではないのでこれもやっぱり最初はもうあのいしかったうちもあの私が1人でやってる時はもうチェーンはもうほんとどこかから買ってきたものを使ってもうとりあえずこの石だけはあのエシカルなものにあのしようということで。 あのそれででもうちょっっっとずつやっていった感じですあの最初から100%やるのってほんと難しくてうちもようやくチェーン作れたのって創業してから3年目ぐらいなので何て言うのかな、まあ、最初から全部やらなくてもやっぱり1つだけの素材をあの安心できるものを扱ったりですとかあのもう1割2割だけでも少しずつやっていかれるのが私は良いかと思っています。 ありました。ありがとうございます。えー、っと質問は以上ですかね。えっと、それでは、あの本日、あの時間になりましたので。あの、この辺で終了とさせていただきます。本日は、あの、ありがとうございました。ありがとうございました。